トナイトスワンを広げよう。皆さん、こんにちは。9月25日、新しい地図オフィシャルサイトから、とっても嬉しいお知らせがありました。そのタイトルは、ぴったんこカンカンに草なぎ剛の出演決定。万歳。久しぶりに、民放のゴールデンタイムで、つよぽんに会えます。新しい地図から発表された内容は次の通りです。映画ミッドナイトスワン公開を記念し、この度、ぴったんこカンカンに草なぎ剛が出演することが決定しました。番組では、事前に草なぎ剛にまつわる噂を徹底リサーチ。安住紳一郎さんと共に、赤坂 TBS 社を踏まえ、サカス広場からスタートし、東京中を回りながら、その噂の数々が本当なのか嘘なのか、草薙に聞いていくという企画。草薙が、かねてから気になっていたスポットや人を訪ねながら、噂の真相を明らかにしていきます。草薙の秘められた事実が明らかにされてしまう上に、思いもかけない意外なゲストの登場に、草薙も驚きが止まりません。ぜひご覧ください。タイトルぴったんこカンカンスペシャル。放送日時10月2日金午後7時10時放送。ここまでが発表された内容です。草薙さんもツイッターで、ぴったんこ、カン、カン。安住さんと、お久しぶりでした。ミッドナイトスワンを広げよう。と、TBS 前で、安住さんとのツーショット写真をツイート。収録は、終わっているみたいですね。これに対して、ファンからは、おお、TBS。安住さんとのロケ楽しみだな。絶対面白いんだろうな。みんなで見るからね。つよぽん、安住さんの、ゴールデンタイムのぴったんこカンカン出演。あの方と共演が多い安住紳一郎さん。だから、余計に、安住さんとつよぽんの共演が嬉しいのよね。つよぽん、ミッドナイトスワン待ちで、映画館にいるよ。ぴったんこ、カン、カン。すごい嬉しいよ。楽しみにしてます。あっても、安住さんは緊張してるお顔だね。つよぽんがすごくいい。笑顔のつよぽん。やった、嬉しい、待ってました。絶対見ます。その日まで、楽しく過ごせそうです。とにかく嬉しい、つよしくん頑張って。などなど、歓喜の声で溢れていました。ミッドナイトスワンの紹介が、地上波ではほとんどされていなかったので良かったですね。これまでだとすっきり。暗いかな。この日の、ぴったんこカンカンは3時間スペシャルということなので、中居正広さんの金曜日のスマイルたちへはお休みなのかな。草薙さんから、中居さんへのバトンリレーが見れるのかと期待しちゃいましたが、ちょっと残念。でも、なんといってもゴールデンで見れるのは嬉しいですね。それに、中居さんとの共演に、一歩も二歩も近づいた気がします。思いもかけない意外なゲストが誰なのかも楽しみです。この日のゲストには、草薙さんの他に、妻夫木聡さん、吉高由里子さん、堀田茜さん、鈴木紗理奈さん、ホラン千秋さんが予定されているそうです。お見逃しなく。10月2日金曜日午後7時からですのでお間違いなく。嬉しいお知らせの後ではありますが、今朝、とても悲しいニュースが飛び込んでまいりました。映画、よみがえりや、僕と妻の1778の物語。草薙さんとの共演で感動をいただきました。くるみちゃんと笑顔で CM 共演されていたことも記憶に新しいです。何かの間違いであってほしいです。竹内優子さん、多くの喜びや感動をありがとうございました。ご冥福をお祈りいたします。